こんにちは。手で芸をするコミーです。今日はワンダーコットンのフラニースクエアにします。ちょっと前回の撮影から編み進んだかどうかは覚えてないですちょっとスイッチが入ると、カメラじゃないところでも編んでたりとかするんですけど、今ね、今じゃなくて今も編みかけはいろいろあって、まあいろいろスイッチが入っていたりするので、編みたいものを編んでいる感じなのでね、今日何編んだっけとかあんまり細かくは覚えてないんですよね。はいで今日はなんとなくグラニースクエアかなみたいな感じで、まああんまり手元をちゃんと写す必要もないですよねちょっとね、ほんとちょっとです。この辺を少し動かしてみて、ライトの位置とか変えてみたんですよ。明るくなっている気はするんだけど、白く光ってるかなみたいな気もちょっとしたりしてね、難しいですね、光の当て方というか。はい、まあいろいろとね、試行錯誤しながらということですけど、車の事故の後、車事故の話しましたよね。で、まあ、今は台車をお借りしている状況なんですけど、はい、次の車も、手配をしています。そんなんでちょっとなんかバタバタしていたりとかして、前回の車も中古車です。で、私あんまり新車にこだわってはいなくて、まあ本当車乗れればいいやぐらいな感じで考えている方なので、全然中古車 OK なんですよね。で、今回はもう本当に早急に車が必要ということを思い知って、夏ということもあったんですけど、もう買い物に行くのも大変で、でもう出かけるのも嫌になっちゃうというね、なるべく車ばっかりで出かけないようにはしていたんですけど、うん、でも車がないと本当極端にね、行動範囲が狭まるし、いやマジな引きこもりになるなーっていう危険を感じました。うん、まあそれでもいいんですけどね。まあでもね、車が必要ということでちょっとそういう動きをしていて、まだ台車の生活なんですけど、うん、ね、その早急に必要ということになると、あんまりこう車を選べないという状況もありましたね。この車のこの色の中古車を探してほしい。前回の車も車検をお願いしている知り合いのところにお願いして、ね、探してもらっているんですけど、まああまりこう時間がないというところでは、あまりこう注文をつけれないという感じだったんですよ。で、もうそういうこと言ってる場合じゃなくて、とにかく車が必要ですというような私も心境だったので、この車がいい、あの車がいいっていうのはそんなにこうリクエストはなかったんですよ。とにかく車みたいなことで、それで、その車屋さんにね相談したら、あ、ちょうどこういうのが入るよっていうタイミングですよね、これね。で、まあ見せてもらって、でどうしてもそれは嫌だってなればお断りするけど、まあそういう感触がないならもうそれでってもう決めてたんですよ、気持ち的には。でも一応その自分の家のこう駐車場に入るのかとか、いろいろこう確認をしてからね、一応見せてもらってから決めようと思って見せていただいて、駐車場にも入る、そして、うん、全然問題ありませんということで今お願いしているところなんです、手続きをね。で、今までは軽自動車だったのですよ。で、
すごく小回りが効いて、まあ、都会っていうほど都会ではないですけど、まあ狭い道もスイスイ行ける。でナビはね Google マップを使っていたんですね。私iPhone で Google マップをナビとして出かけていたんですけど、その Google マップのね指示する道っていうのは結構えぐいんですよね。きっと一番早い道ということで出してきてくれるんですけど、この道車で走っていいんですかみたいな、めっちゃ細い道とかも指定してくるんですね、ガンガン。で、軽自動車だから通れたみたいなことは本当によくあって、まあ鍛えられたというかね、Google 先生が言うならついていきますみたいな感じで、よくそんなことを言いながら運転しました。で今回は軽自動車じゃないんですよ。久しぶりというか軽自動車の前は5ナンバーだったり3ナンバーだったりの車も運転していたんですけど、すごいだから久しぶりの、乗用車ということで、あら感覚ちゃんと戻ってくるかしらみたいなことが今やっぱり心配で、はい、ちょっと飲み物に行きますね。今日のコールドカップ、はい、マンゴーカルピス、今日は水割りにしています。ちょっとぬるめにしました。そう、感覚が大丈夫かしらっていうのが今一番心配でですね。で今回のはもちろん中古ですよ。ナビもついているということなので、まあ Google 先生卒業ということなんでね、まああんまりえぐい道はないだろうということを期待 してまあただ前回の、ラパン軽自動車ですごく小回りが利く点で乗りやすい車だったんです。ただ一番のネックは高速道路の時にすごく頑張ってる感があって、なんかかわいそうになっちゃうぐらいウィンウィン言っているというのが一番ネックだったので、まあその辺を車屋さんにもお伝えして、高速道路もちょっと走れるような車がいいかなみたいな話をしていったので、今度来る乗用車はね軽自動車じゃないので高速道路も走りやすくなるかなというふうにちょっと期待をしています。といってもそんなにね高速を乗るわけではないんですけど、ただその軽自動車だったからあんまりこう高速道路に乗らないようにみたいなところはちょっとありましたね、だからこれからはそういう制限しなくていいなという期待もあるんですよ。だからいろんなところに行きたいなという気もあります。ただ行く気になるのかというねそもそもデブ症なんですよ。だからそうね、自分でよし行くぞってなんないといかないから、なるの行く気になるのかなっていう気もしていますけどね、せっかくそういう車にしてもらったなら行くようにしたいなっていうふうに思っているところです。そう、今の家の駐車場が結構ぴったりめなんですよ。この間持ってきてもらって駐車場入れてもらったら、そう狭い小スペースなんですねだからね、息子たちが免許取って何が一番大変って、自分家の駐車場に入れるのが一番大変っていうね。自分家の駐車場に入れれれば他の駐車場は問題ないくらいちょっと小スペースなんですよ。でまあ前はね軽自動車だったので、って言ってもそんなじゃないでしょって、置いてみたら余裕はあるでしょって感じで、ただまあちょっと向きがねまっすぐじゃないっていうところで入れにくかったっていうのもあるんですけど、いや今度の車はねマジでぴったりだったんですよね
入れてもらって周り見たら、うん、綺麗に収まってるみたいなこれを入れるのかっていうのがちょっとねドキドキしているんです。まあ毎日ね、あの乗り降りして入れてたらすぐに慣れるとは思うんですけど、早く練習したいと思っていたりします。あとだから感覚はやっぱりちょっとね乗らないとなかなかその前の感覚が、今借りている車も軽自動車なんですよ。だからちょっとね慣れないと感覚がつかめないなって思ったりしてますけど、まあ慣れてしまったらねその方が運転しやすいでしょうねきっと、うん、というふうに言い聞かせているところですけど、まあ、あの夏もそうだけど冬もどうしても寒いってなると車で行っちゃおうってなったりしますよね、うん、そんな近頃という感じです。でそうなんです、あのナンバーをね、好きなナンバーって取れるじゃないですか。それどうしますかって聞かれて、あーどうしようかなって思ってちょっと考えてみたんですけど、人気のある番号っていうのは抽選になるらしいんですよね。私それやったことないんですよ、好きな番号を取るっていうので。人気があるのは抽選になりますよって言われて、うーん、どんなのが人気なんだろうと思っていくつか、この番号はどうですか、この番号はどうですかって聞いてみたら、まあまあ人気の抽選になる番号ばっかりだったみたいで、いやそれはなかなか抽選で取れない番号ですとか、へーって知らなかったわーと思って、その4桁のゾロ目とかね、そういうのとかすごい人気らしいですね。でもよく見かける気がするんですよ、あの街でその4桁のゾロ目の数字ナンバーね。で それそんなに人気があるんだと思って知らなかったから、いやだからそういうの見かけるってやっぱりすごいことなのかなって、見かけること自体がなんかそうだったのかみたいなね、知らなかったなって思いました。ナンバー選んでます？お車ない方もねいらっしゃるかもしれないけど、お車お持ちの方ってナンバー選びました？まああのご家庭のなんかこう記念の番号みたいなね、そういう取り方ならもちろん抽選になるような番号ではないとは思うけど、すごいそれ、その抽選の中ゲットしたナンバーをつけてるんだあの車はみたいな、なんかへーと思って、知らない行こうとこもいっぱいありますねうん、そんなことを今回初めてやってみました。はい、もうね夏休みも終わるね、学校が始まっているところもありますね。夏の思い出ということでしょうか車が変わるというね、大きな事件ですよ、うちにしたらね。はい、で息子の怪我は痛みとかは多分なくなってきてるんだと思います、病院行こうとしてないので。で見た目でよくわかるあの内身のあざというんでしょうかね、直後はものすごい色でね、結構こうグロい感じだったんですけど、だいぶわからなくなってきてますね。さすが若いと治りが早いなと思いました。ということでね、事故の後のまあまだ手続きはちょっとあったりしますけど、だいぶ落ち着いてきたなという夏の終わりですなんか切ない感じはい、ということで今日はちょっとお話しようかななんて思ったので、このグラニースクエアになったという感じですね。はい、はい、間違えないようにねしないといけませんよ、はいということで今日はワンダーコットングラニースクエアを編みました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。